まるでございます。羽田空港です。これから6時ぐらいの便で北海道に帰ります。飛行機無事飛ぶといいな。ではまた後ほど。北海道に帰ってきました、なんで楽しい時間はあっという間に過ぎるのに嫌な時間はゆっくりと進むんでしょうね。改めてそう思いました。いや本当に東京楽しかったです。基本的にそのライブ遠征でしか東京行かないんですけど、なんかそれが私にとっては生きがいです。ライブのために生きております。実はあと今週末に札幌行くんですよね。なんか2週連続遠征なんですよね。次はジャニーズのライブに行ってきます。はい。では仕事があるんで寝ます。じゃあねー。